偽ならドウリブル。おい待てよ。私はまた悪夢を見てるのか？リブならドール。悪夢じゃなくてリヘならドールは動きしてるだけでしよマリサさん。今回も襲われて余計顎痛めるんじゃないかと思ったぜ。リブル完全に化け物じゃん。化け物言うな。その見た目で化け物言うなは無理があるぜ。あ、そういや今回は12万人記念ホラゲやるんでしたっけ。なんかフナック3中止して、ヤバいゲームの新作やるって聞いてるんですけど。おお、ヤバいゲームとか絶対ヤバいじゃん。そりゃヤバいんだからヤバいに決まってるでしょ。皆様、チャンネル登録12万人ありがとうございます。当初の予定では冒険日ホラゲやってもらうつもりでしたが、タイミング的にあれが発売されたのでそっちを優先しますぜ。意外と12万人も早かった気がしますし、今日は大変な日になりそう。やばいあれってどんなホラゲなんだろう？私は大体予想ついてますけどね。おおそうか、なら早速タイトル移動するか。楽しみ楽しみ。はい、ほぼ予想通りでした。やはりアバタニエンの新作でしたか。今回やってもらう12万人記念ホラゲ、間違えた、12万人記念脱出ゲームは、ヤバタニの裏面だぜ。こんな感じのゲーム、なんか見たことあるよ。切るのはヤバタニエンさんの追加コンテンツ実況のと聞いたからね。あ、そうだっけ。今作は前作ヤバタニエンの世界をフルアレンジした、アナザーワールドとのこと。前作までの世界線とは異なっていると？おそらくそういうことじゃないかな。フルアレンジとのことで、難易度はこれまでに比べて大幅アップしてるらしいのぜ。このゲーム、めちゃくちゃ謎解き難しいやつだよね。今回もあたいの頭じゃ追いつかないかも。どうせ切るのには無理だから見てるだけでいいんだよ。グリーンだよ。真ん中の人の顔をクリックしたら動きましゅね。鎖とロープで両腕縛られてるけど顔は笑ってる。右上のスピーカーは、音声をミュートするためのものでした。待たせてるからそろそろゲームを始めていこうぜ。じゃあやっていきますかね。本製品は前作、ヤバタニエンの舞台を悪回収したバージョンです。この子は過去さんだったよね。何これ、目ん玉飛び出てるんだけど。悪回収とはこれまたヤバそうだな。前作よりも難易度が高めに設定されています。ゲームの目的、屋敷内に囚われた人物をなるべくたくさん救出して脱出してください。これは操作方法でしゅね。基本今までと変わりないようでしゅ。アイテムの使用は、スロットを選択した状態で対象をタップ。間違ったアイテムを使用しても何も起こりません。アイテムの所持は4つまで、一部のアイテムは元の場所に置くことができます。移動や特定の行動でステップが増加します。ステップが増加することで事象に変化が生じます。タイトル画面にいた人がとんでもないことに。急いで攻略しないとこうなっちゃうんでしょうか。一体何をされたらこうなってしまうんだろうな。ステップを押すと10ステップ巻き戻すことができます。アイテムや設備、人物の情報を閲覧できます。この機能は初実装でしゅよね。気になるものを発見したら読むようにしようか。セーブ、ロード、ゲームの設定はこちらから。あなたの行動次第でエンディングは分岐します。今作はエンディング何種類あるんでしょうか。全部で4種類らしいぜ。ゲームオーバー演出もいくつかあるらしい。あと現時点ではエンドリストが実装されていないので、エンディングを発見したら一つ一つメモした方がいいかもな。やりごたえ抜群のゲームなんだね。やりごたえ抜群。聞きごたえ抜群。頭が。何が聞きごたえ抜群なの？今さっきメモ帳のページがめくれて黄色くなったよ。あ、情報が一つ追加されてました。発電機。位置エネルギーを利用した原始的な発電機。重し一つで 10kW パーステップの発電が可能。どこかで重しを拾ってくれば、ここで使えるということでしょうか。10kW パーなんちゃら？ワンステップで 10kW の電力を発電できるという意味だろう。あ、こちらは確かはしごみたいなのかかってませんでした？ここから隣の建物の屋上に移れた記憶があるぜ。どこかではしごみたいなの見つけてこないといけないかしら。あんなところからはしごかけても下に降りるくらいしかできなくない？おそらく本作では隣の建物に移ることはなさそうね。あ、加古さん。さ、最初の説明で目ん玉飛び出してた人？あがつまが鎖で繋がれてたところが、今回は加古なんだな。加古さん泣いてるんですかね？いや、どう見ても口からよだれ垂れ流してるんだけど。おっと、新たな情報が追加されてました。ゾンビマシン。アガツマファームが開発した薬品、ヒルマオキシン235を散布することで、死滅した細胞を活性化させることのできる治療器具。すでに薬剤は切れている。そういやゾンビ化した誰かさんが中にいましたね。飢えた少女。哺乳類、魚類、鳥類、昆虫を見境なく捕食する、我を失った少女。哺乳類って人間も含まれてますよね。まさか加古さんが人を食うなんてことは。いや、裏設定で加古は食人してたことが明らかになってるぜ。え、そうだったの。この人、人を食うの？あ、ゾンビじゃなくてアガツマさんが閉じ込められてますし。加古さんがめっちゃ漁師してますけど。まさかマジで食おうとしてるの？でも鎖で繋がれてますし。まさかとは思うけど。鎖の根元引きちぎってまで食っちゃってるし。やっちまったな。マリサさん顎大丈夫なの？しまった、ただでさえ上がってるのに。マリサさん余計に顎が。やっちまったな。あ、加古さんを助けたら情報が更新されましたね。加古あずみ。
遠い祖先の行いがきっかけでイクマンモの食欲が増加し、極度の飢餓状態にある。そこをもて癖も悪い。祖先の影響で食人するような子になっちゃってたの？メツヤバタニエンで彼女を助けるとき、警察が来てるんか、と発言してたよな。おそらく人を食った罪で追われてるんじゃないかな。過去とかいう人怖い。やっぱ散るのはカニバリ描写がダメなんだねー。おっと。早く走らせるな。エレベーターに閉じ込められてるのはヤガミかな？多分そうですよね。どうして出られなくなってるんでしょうか？なんでそんなに名前覚えてるの？前作やったことあるから見たことあるメンツばかりなんだよ。もう何なのよ。どうしても自力で出られず困ってるようでし。てか、この左上の矢印は一体。右上を指してるよね。エレベーターの右上になんかないの？多分そういうことではないと思う。この階のゾンビマシンは開きました。窓開閉ハンドルとやらを発見。アガツマがもともとここにいたなら、先に下に降りて開けてやれば助けられそうだな。窓開閉レバー。安全上のご注意。強風時の窓の開閉は行わないこと。このアイテム説明、もしかしてヒントになってます？強風時に窓を開けると誰かが死んだりするってことかもな。うわぁ、今さっき過去に食われた人。首から上がないでし。どうやってあの一瞬で頭を丸飲みしたのか。鎖を引きちぎるほどですから、食べっぷりも化け物クラスなんでしょう。怪しいレバーがあるねー。赤い鍵が保管されているな。何の鍵かわかりませんが、とりあえずもらっておきましょう。朱色の鍵。情報はない。全部のアイテムに説明あるんだね。今までこういう機能がなかったので、憶測だけで考察するしかなかったよね。縄梯子をゲットしました。縄梯子。朝縄を結んで作った簡易な梯子。十分な耐久性を持つ。これ、屋上のあの場所にかけられるんじゃない？さすがチルノ、天才だね。そうでしょそうでしょ。あたいの頭脳にかかれば余裕なのだ。これで下に降りれますかね。あ、ジャック・ブレアさん。やべえぞこれ。裏面バージョンでも相変わらず落ちそうになってんだな。元バージョンでは隣の建物に移ってから救出した記憶があります。今作では助けるまでの過程が異なってそうね。おっと、この左隣の部屋は。ちょっと女の子がヤバそうなところで両手足縛られてる。今回は、ソンちゃんなのね。Rソンだったと思うぜ。Rが何の略かはわかんないな。Cソンって子もいたよね確か。朱色の鍵はここで使えそうだし。あ、余裕で助けられるじゃん。うわぁ、騙されてる。騙されてるでしって？何が騙されてるのかはわかんないが、やけに簡単に救出できてしまうあたり怪しい気はするな。簡単に助けられるならそうした方がいいんじゃないの？グリーンじゃないの？今までの経験上、簡単に助けられるキャラクターほどギミックが隠されてたりしたじゃないか。リーゼソン、突如アガツマファーマに湧いたシアンの姉。妹よりは落ち着いているが、炭水化物が不足すると激しい感触を起こす。リーゼちゃんというらしいでしゅね。妹のリグルみたいな子はシアンだったんだな。私みたいとか言うな。石灰マシン。胸骨の石灰までオートで完了できる無人治療器。縫合機能は搭載していない。回転場は柏木成功性。は？処刑用回転の子にしか見えないこれが治療器でしゅって手術でこんなの使われたら怖すぎるんだけど。ちょっとレバー引いたらものすごい勢いで動いてるじゃん。元バージョンでは回転の子が下に到達するまで時間的猶予があったが、今作は容赦なく切り刻まれるんだな。一度動かした後は格子戸のみ動くようになりました。そしてこの階のエレベーターにてチェーンカッターが挟まってるのを発見。チェーンカッター。鎖やボルトを切断するための工具。特殊な金属やロープには使用できない。過去さんに繋がれてた鎖は切れる材質なんでしょうか。あ、こんなところに白目向いたリグルが。だから渡しちゃうわ。喪失が近いとはどういうことだろうか。なぜかシアンちゃんは意識が飛びそうになってるらしいでしゅ。めっちゃフヒフヒ言ってるね。一体何があったのか謎でしゅねー。あ、もしかして窓開閉レバーここで使えるんじゃ。よしよし思った通りでしゅ。強風時は使用しないようにと書かれてたが大丈夫かな。特に強い風は吹いてなさそうだよ。まあ、問題はなさそうでしゅね。何ここ。上のはしごは壊れてるし、下のはしごは上がったままだから降りられないね。青い灯籠がありました。灯籠。シャンデリアの色彩調整に使う半透明の小箱。どこかのシャンデリアで使用するんでしょうか。シャンデリア見つけたら適当に置いてみよう。いや、そもそもシャンデリアって天井に吊るされてるものだから、そう簡単には置けないんじゃないかなと。そんなの気合で置いてしまえばいいんだよ。グリーンなわけないでしょ。ヤガミさん死んじゃったんだけど。な、何が起きたっていうのさ。もしかしてヤガミは、エレベーターの箱の中にいたのではなく、上に乗ってたんじゃね。言われてみりゃ確かにそうだよ。あ、血が上から垂れてきてるねー。一旦3階に降りてから回り道して4階に戻ってみるので。すごく嫌な予感しかしませんが。うへ、潰れてる。うわぁ、まだ動いてる。完全に死にきれてない感がグロいな。正直やり直したい気分でしゅが、初見なのでこのまま続行し続けまし。普通にエレベーター呼んで再度潰すな。では、そろそろ2階を探索していきましょう。あ、こんなところに映写機がありまし。電源はつくけど何も映らないね。
フィルムか何かが必要だろうな。今は特に調べなくても良さそうですね。あ、この機械はロープを引っ張るやつ。元バージョンでは田中さんがロープで縛られてて、下手に機械で引っ張ると切れるやつでしたね。今作はロープの先に誰かがいるのか、それとも物に繋がってるだけなのか。後で1階に降りて確認してみましょう。あ、こんなところにチェーンカッターで切れそうな鎖。いきなり切断して大丈夫か？誰も死んでないね。問題ない。下に人がいたらやばかったよ。てか2階のエレベーターのドアだけ穴開いてるね。じゃあエレベーターを1階に呼んだ状態なら2階で矢神を救出できるな。2つ目の灯籠を入手しました。あ、新項目が3つ追加されてます。映写機。8ミリフィルムの映写機。スピーカー内蔵モデル。ウィンチ。固定式の巻き上げ機。消費電力は 1kW/step。屋上の発電機で動きそうだな。電話機。電話線を接続し、宅内に固定設置しておくタイプの電話機。内線にも対応している。ギロチン部屋で寝ている矢神さんを電話で起こした記憶が蘇りまし。そうだったな。懐かしいぜ。下手に電話かけたら誰か死んだりしない？大丈夫？さすがにそれは考えすぎだと思うぜ、チルノ。電話かけただけで死ぬトラップ実装されたら初見回避不可でしゅよねー。では一回東側を探索しまし。冷蔵庫っぽい箱から血が漏れてるんだけど。な、中に誰かが詰められてるようでしゅね。あ、タイトル画面の人物を発見。左腕の鎖はチェーンカッターで切れました。ロープも切らないの？ロープは切れないと説明が気にあっただろ。チェーンカッターでも無理やり使えば切れるんじゃないの？切れないと書いてたんだから切れないんだよ。さて、この奥には何があるのか。ウィンチのロープ先は浴槽の蓋に繋がってたな。元バージョンではもともと蓋が開いてて、仕掛けを動かすと熱湯で満たされるんでしゅよねー。あ、ここに白い灯籠がはまりました。そんなところにはめてどうなるっていうの？それはわかんないけど、とりあえず何かしら進展したんだと思うよ。では、次はどうしようかしら。そういやこの右の部屋には入ってないでしゅね。一旦回転のこのレバーで格子戸を閉じて、エレベーターで4階に登って回り込むのぜ。エレベーターで4階に上がったら矢神さん絶対潰れない。確かにそうだよね。高級マットレスが置かれてありました。この部屋の天井にギロチンがあったよな。糸懐かし。いつの間にかメモに館の主らしき人物の情報が。グレイス・モンゴメリー。館の主。未亡人。屋敷を訪れた多くの男性は彼女の手厚いもてなしを受けるが、五体満足で帰宅できたものはごくわずかだった。この館を訪れた男性は主に何かされてたってこと？何かの実験体にされてたということだろうか。高級マットレス。低反発素材がふんだんに使用されたマットレス。あらゆる衝撃を吸収する。ジャック・ブレアさんが起きかけてるので、下にマットレス敷ける場所があれば助けられるかな？机の左の方、青い灯籠を消そうじゃない？あ、確かにそうかも。ほらね、あたい天才。特に何かが変わったような演出はなかったな。しらみつぶしに変化箇所を探していくしかないでしゅねー。あ、ここのはしごが開通してまっしゅ。二つの灯籠を所定の位置に置くことで降りられるようになるんだな。どこに繋がってるんだろうね。あら、外に出ても特に何もなし？この場所でできそうなことはなさそうに見えまっしゅ。果たして何の理由もなく意味のないエリアを用意するだろうか？あ、ハサミみたいなのがあるけど、なんかロックされてる？こういう仕掛けありましたわ。確か東側にも同じような建物があって、そこにチェーンカッターをはめ込むくぼみがあったはずでしゅ。そのツタのようなものは切れなかったか？チェーンカッターではダメでした。さっき見かけたハサミなら切れるかもでしゅ。って、この石のブロックのようなものは何でしょう？規則的に積み上げられてるな。誰かがシャッターの下敷きに。足が挟まれちゃってましゅね。まだ生きてるんでしょうか？気絶してるか息絶えてるかわからんぜ。足が挟まっている。あ、よく見たらレバーあるよ。玄関シャッター開通しました。まさかのアイテム扱い？知らない人を取得するって言い方するんだな。死体を物のように扱ってる？知らない人。門に挟まれ死亡した旅人。心臓が停止してからまだ間もないため、ほんのり温かい。ついさっきまで生きてたんだ。この館から逃げようとしたところ上からシャッターが降りてきて。足を挟まれて失血死したんだろうな。玄関右横には屋上の発電機と繋がってそうなレバーがありました。次は B1 に降りてみましょう。地下まであるんだねー。やけに怪しすぎる壁があるな。ここの壁、何かすれば壊せそうでしゅね。あ、こんなところにチェーンカッターをはめられるところが。何か仕掛けが動いたっぽいね。どこがどうなったのかな？あ、これはもしや。墓場の蓋が開いたのかもな。念のためにチェーンカッターを外して確認してみましゅ。へえ、通れなくなったね。でもチェーンカッターを鍵にするなんて変わった館だねー。それにお墓のすぐ下が地下に繋がる階段だなんてどういうこと？お名もみを発見しました。ひっつき虫だ。でもやけに茶色いね。枯れちゃってるみたいでしゅ。おなもみ。水分がなくなり、カラカラに乾燥したおなもみのトゲは、人肌など容易に貫通する凶器になる。あ、おなもみの使い道わかったかも。私も予想ついたぜ。え？何に使えるってのさ？よく考えてみてね、キルノ。
天才ならわかるだろ。もちろんあたいならそのうちわかるよ。ピカプス、ツルハシのように見えますけどね。ピカプス、南ジャモン石の採掘に使われる道具。小ぶりなため、壁を壊すほどの力を伝えることはできない。ピカプスを日本語訳するとツルハシだぜ。ああ、そういうことでしたか。勉強になりましゅ。持てないわ。この花瓶取れるようですけど、荷物がいっぱいでしゅ。後で取りに戻ることにしましょう。あ、ちょっと待てよ。多分この辺りに、よしよし、マットレスをしてました。これでジャック・ブレアの救出準備は整っただろう。ずっとぶら下がってたら疲れるし、ほっといたらいずれ落ちてくるよね。いや、おそらくそれはない。元バージョンでもそうだったけど、ジャックさんは救出するまでぶら下がりっぱなしだったよね、確か。さて、縄橋を降りてジャックさんにオナモミを投げてみましょう。そうそう、あたいの思った通り。キルの絶対オナモミの使い道分かってなかったでしょ。ちゃんと分かってたんだよ。相手言わなかっただけだもんね。ではマットの上に落ちたジャックさんを救出でしゅ。こっち見んな。みんなトリグルで見つめんな。リグルに見つめられたらみんな嫌がって逃げちゃうよ。それどういう意味？いや別に変な意味はないんだけど。ジャグリーンブレア。伝統細工の名門ブレア家の末枚。代々の戒めが原因で生まれつき体が弱い。腹の虐待から逃れた一心で自分だけの世界を構築し、いつしかそこに閉じこもるようになった。体が弱い割には長時間ぶら下がっていられるよね。フルネームはジャグリーンと言うんだなこの子。これで助けられるのはあと3人みたいだね。シアンちゃんとオミユちゃんと、タイトル画面の人でしゅね。シアンちゃんは意識が朦朧としてるので、何かしないといけないよね。新キャラは右腕のロープを切ればいいだけだな。あとはオミユだけだが。オミユちゃんだけ姿を見かけてないでしゅ。元バージョンでは地下にいたんですけどね。あ、そういや取り忘れてたものが。ひび割れた花瓶を持っていきましょう。花瓶なんて何に使えるの？花瓶、高級な花器。館の主人が愛人から巻き上げたあぶく銭で購入した贅沢品。あ、愛人からお金をせびって豪遊した形跡なのね。豪遊って言い方は適切じゃない気が。他人のお金で贅沢とか許せないぞ。だよなぁ、人の金で好き放題するだなんて。それマリサさんが言いまし。私はお金借りてるだけで好き放題はしてないのぜ。ちゃんと返すようには努力してるつもりなんだぜ。霊夢さんがクリスマスのバイト代早しろって言ってましたよ。あいつ、アリスから11万円ポンともらっといて。それとこれとは関係ないとのことでし。あ、3回で花瓶を使用できました。霊夢のやつ、アリスからの報酬とクリスマス代は別と捉えてるらしいが、私は納得できないのぜ。11万の賄賂を受け取ってフナック通実況に乱入させたせいで私は。ああ、確かにそれは言い分として通用しそうね。あたいは急いで逃げたからマリサがどうなってたのか知らないけど、相当大変な目にあったみたいね。キルノだけ逃げた罰を考えてなかったでしゅね。え？冗談、時効にしてあげるよ。ちょちょ急にイベント発生。ジャックとカコが走って逃げてる？リーゼの様子がなんか変なんだけど。リーゼが爆発しただと？一体何が起きたっていうのよ。血の雨が降りまくってるよ。まさかリーゼちゃんの体の中に爆弾でも仕掛けられてましゅ？それじゃあ急いで脱出しないと爆発してゲームオーバーってこと？リーゼを助けてから一定ステップ経過すると爆発するんだろうか。とりあえず制限ステップ数みたいなのがありそうね。今作は一筋縄ではいかないかも。いろいろ試してみたところ、過去、リーゼ、ジャックの3人を助けた状態で玄関から出ると必ず爆発することがわかりました。爆発のトリガーは玄関を出た瞬間みたいだな。じゃあ玄関を通らずに探索すればいいかもね。グリーンかもね。では、今回は改めて最初からやり直してるので、カコさんに食べられる前にアガツマさんを助けておきましょう。もたもたしないで。最初に助けてあげてるんだから文句言わないでねー。アガツマのりこ。大手製薬メーカー、アガツマファーマの代表。幼少の頃事故にあった両親を正常動作させるため、日夜研究に勤しんでいる。ヤバタニさんのエンディングで、アガツマさんの両親が事故にあって亡くなった描写がありましたねー。両親を正常動作って、なんか言い方変じゃない？人を物のように扱う感じ。レイチェル。頭が。エディ。頭が。ということで、アガツマさんとリーゼちゃんを助け、割れた花瓶を3階エレベーター前に設置したところまで戻ってきました。しかしここで大きな問題が立ちはだかってまし。青い灯籠を置きに行くには必ずエレベーターで4階に登ってから回り道しないといけないな。でもそれをやるとこの通りなんでしゅよ。リブルが平然と矢神を潰してる。仕方ないでしょ。いくら考えても矢神さんを死なせずに青い灯籠を置きに行く手順が思いつきません。どこかで何かが間違ってるんだとは思うが。それがわかればいいんですけどね。今は全員を助けるなんて到底無理そうなので、現時点でできそうなことをいろいろ試してみるしかないね。あ、この四角い石に企画室使えるんじゃ。よしよし。上だけ砕いて何の意味があるの？あ、真ん中の色違いのやつが重しになるんだね。屋上の発電機に使えそうだな。重し。発電機用の重し。南ジャモン石を切り取って作られた。密度が高く、とても重い。これを発電機に乗せればいろいろできることが増えそうでしゅ。
すぐに発電しに行こう。現在アガツマさんとリーゼちゃんのみ救出してる状態なので、玄関から出たとしても爆発エンドにはならないはず。では、玄関右横のレバーを引くために発電しに行きまし。重しを乗せてみましゅね。ちゃんと動いてるね。これで 10kW 発電されるはずだから、ステップを踏むごとに電力が減少すると思うぜ。重しの位置が少し下がってました。あ、溶けたら台座の位置が元の位置に。よくわかんない仕組みだねー。おそらく台座が一番下まで到達すると電力が切れるんだと思うぜ。再び発電したければ重しを外してもう一度置き直せばいいんだろう。そろそろなくなりそうでしゅ。制限時間あるとか使いにくいねー。こんな面倒な発電機、何を目的に作られたのかしら。とりあえず発電して玄関横のレバー引きに行こうぜ。ちゃんとランプがついてまし。おお、道が開通した。これで地下を経由せずとも東西を行き来できるようになりました。あとは爆発エンドを迎えないよう慎重に探索を進めていきましょう。ジャックさん救出まで進めたところでちょっと思いついたことが。どうしたの？知らない人の死体を吾妻さんがいたところに置けないかなって。なるほど、確かにそれは使えそうな作戦だな。人を食うようなやつなんか助けなくていいと思うんだけど。あ、置けちゃったね。あとは屋上のゾンビマシンのレバーを引けば、加古さんが死体に食らいついてチェーンが外れるはず。そもそも鎖をチェーンカッターできればいいだけでしょ。あ、それを先に試してみるべきだったかもね。お、うまく鎖をぶっこ抜けたな。やっちまったな。そういや初代ヤバタニエン実況してた時、この場所にゾンビを呼び込んじゃった際、マリサさんも同じようなこと言ってた気が。あや、そうだったっけか。偶然の一致。さて、次はウィンチを試してみましょうかね。重しを置いたらすぐに2階に向かいましゅ。こっちでしゅね。そしてウィンチでロープを引っ張ってあげて、男なんでこの人死んじゃってんのよ。あ、あの人にロープ繋がってたっけ？右腕はロープで縛られてたが、ウィンチに繋げてあるロープの先は浴槽の蓋だよな。一体何があったのよ。では確かめましゅよ。大量のリグルが群がってて草。そこが私やねんっていうかどっから虫湧いてきたのよ。金色の浴槽の中とか？勝手に人食って死なせちゃダメでしょリグル。こんな非道な虫たちと一緒にしないでよ。ほんと、何が死亡フラグになるのか予想できないよこんなの。これで助けられるのは残り2人。シアンちゃんの意識を回復させる方法と、オミヨちゃんの居場所でしゅね。一体これから何をしていけば。もう一度発電して何してるんだ？ウィンチでロープを引いたらすぐに浴槽まで行ってみまし。多分間に合うとは思うけど。あの中にどうして大量の虫がいたんだろうねー。ちょ、一瞬でしまっちゃったよ。中に誰かの死体があったよ。マジか、さっきの一瞬でよく見えたな。浴槽の中に死体？一体どうして？っていうか発電開始して最速で浴槽まで到達しても間に合わないって。なぜ玄関から出た？間違えちゃった。結局あの後積みまくったので、また最初からやり直してまし。リーゼの体内に爆弾が仕掛けられてるのは間違いないんだよな。それにこの回転の子、医療用って説明があっただろ？もしかしてこれで切り刻んで爆弾取り出すの？え？散るのにしては最高な発想したねー。あ、いつの間にか情報が追加されてまし。無限中。あらゆる生命を食らい尽くすハムシ。かつては飢饉の象徴とされ、忌み嫌われていた。そんな恐ろしい虫がどうして浴槽の中に。蓋開けた瞬間死んじゃったよねあの人。とんでもない勢いで食らい尽くすんだろうな。ちょっとやりたくないことなんでしゅが、わざと回転の子で切り刻んでみましょうか。ちょマジでやんのかよリブル。こういうのもダメなんだな散るの。こういった光景は過去作で散々見ました。大体予想通りの結果にはなりましたね。リグルめっちゃ慣れてるじゃないか。めっちゃ慣れてはないよ。生きたまま。人を。ぬわん。腹切りしてから何ステップか踏みましたが、リーゼちゃんはまだ生きているようでしゅ。回転の子で切りつけてもすぐには死なない。死ぬまでの猶予時間を使って何かをするケースはヤバタニさんであったよな。体内に爆弾があるので、リーゼちゃんが死ぬまでの間、いかにして体内から取り出して処理するか。多分そういう流れでしゅよねこれ。そのまま切りつけたところに手を突っ込んで。は無理だよね。無理やり取り出そうとしたら体が持たないと思いましゅね。どこかに爆弾を取り出せそうな道具ってないのかな？困りましたよねー。あちゃー、死んじゃいました。回転の子で切りつけてから30ステップ弱くらいかな。その間に何かしないとダメみたいね。顔青くして死んじゃってる。おいリブル、よく見てくれ。すぐ下の方だぜ。あ、こんなところに何かをかけられそうな突起が。おお、こんなところでも使えたのね。これは進展したかもだぜリブル。縄橋を屋上で使用した時点で罪確定だったんでしょうかね。先に1階と2階を行き来するルートを開通しておくと何かと便利そうでしゅ。おや？エレベーターの中に何かあるね。エレベーターを3階に止めておいた状態で2階に行けば回収できそうだな。あ、ちょっと待って。
これ、ヤガミさん助けられますよね。お、そうだな。1階にエレベーターを呼んでから縄ばしごで2階に行けばいいよね。その通り、やっぱあたいは天才。勝手に自分の手柄にすな。早く助けろっつーの。これだけ大きな穴が開いてるんだから、自分で出てこれないんですかね。ヤガミ京子、アイドルグループの若手人気ナンバーワン。先輩に憧れて芸能界入りしたが、人気が上がるにつれ、悪質なファンからの嫌がらせが増え、精神を病む。なんで人気アイドルがこんなところで捕まってんのさ。どうしてでしたっけ？すまん、私も詳しいことはよくわからんぜ。あ、これってまさか、花瓶を置ける場所に血が飛び散ってますよね。あ、ほんとだ。ということは、回転の子できる前に花瓶を取ってきてここに置けば。花瓶の中に血が入るかも。血を花瓶に入れてどうなるってのさ。それはわかんないけど試してみるしかないよ。とりあえず今はやり直さず、このままどこまで救出を進められるかいろいろ試してみようぜ。発電機を動かして玄関右横のルートを開通したので、地下のチェーンカッターを回収して東棟の方に持っていきます。ここでまたはめられるんだね。あ、チェーンカッターロックされちゃった。これで西棟のハサミが取れるようになってると思うぜ。ハサミがあればロープやらいろいろ切れそうでし。一階の人も助けられるかもね。剪定バサミを入手しました。庭木の剪定に使用する小ぶりなハサミ。切れ味はあまり良くない。このハサミでここから西のツタのようなやつを切れないかな？試してみるね。切れ味抜群だね。新たなエリアに進めるようになりました。あ、これはワープ装置。そういやシアンの頭上にワープ装置専用の暗号みたいなのあったよな。あ、ワープしたらクリアなんだな。みんなを助けてここに来ればいいんだね。グリーンだね。過去最高クラスの難易度と言われてる割にはウォール手段があったりすぎないか？そう言われれば確かにそんな気はします。でもゲームオーバーじゃなくてエンディングにたどり着いたのは大きな進歩だよ。とりあえずリーゼちゃん以外は頑張れば助けられそうな気がします。爆弾を抱えたリーゼをどのような手順で助けるか。この点がかなり重要な気がするぜ。エレベーターの箱の下に何かがあったのは怪しいんですよね。あれをどうやって回収するか。おや、壁が。何かが出てきてるみたいだよ。なんだなんだ？え？これは。アガツマの死体が壁に埋まってるな。どうして？しかもゲームオーバーなんだけど。まさかの汎用エンドですらありませんでした。ワープ後に壁から出てくるっつうことは、転送先がどこかの建物の壁の中だったんだろうな。じゃあどこかで転送先を変えないといけないと。なんかいろいろ面倒そうだね。直近のセーブデータから再開でし。とりあえずこの人を救ってみることにしまし。でもチェーンカッターはロックされちゃって取れないよ。多分もう一度ハサミをはめ込めば。お、それならもう一度回収可能だな。うまくできてるんだね。余計なことは。余計なこと？先生と呼んだな。ティーチャーという表記ではないのね。先生、引きこもりがちなジャックのために兄が雇った家庭教師。年齢に見合わない幅広い知識と人生観を所持する。尊大な物言いがたまに傷。ジャックの家庭教師の方みたいでし。転送装置の説明もあるな。転送装置、G2 回。リチャードが開発した物質転送装置をアガツマのリコが独自に改良したもの。複数個体の転送が可能になっているが、外部干渉に弱い欠点を持ち合わせている。リチャードさんって、確か滅夜畑に縁に出てきてた赤髪の。転送装置の事故で猫とのハイブリッド体になってしまった人物だな。ああ、いましたね確かに。G2 回って、なんかかっこいいね。G2? あや。頭が。ほんと定期的に発作起こしますねマリサさん。チェーンカッターで加古さんの鎖は、とても硬い金属だ。やっぱ切れませんか。加古を助けるには知らない人を食べさせるくらいしかないかもな。過去なんかほっといていいよ。いやいや、最終的には全員救出エンド目指すようなゲームなんだから。絶対助けちゃいけないやつだって。散るのには申し訳ないが、そういうゲームなんだぜ。結局これ以上救出できずに転送装置乗っちゃいました。屋上に縄ばしご使ってないからジャックを助けらんないね。あ、今回はヤガミさんが埋まってまし。二人以上助けた場合、埋まるキャラクターはランダムのようだな。あ、ちょっとこれって、朱色の鍵を入手できるところ。よく見たらエレベーター左上にある矢印と似てる部分が。確かに一緒だよね、この矢印。他の階にも矢印あったよな確か。なんとここの矢印、スイッチになってました。つまり順番通りに押せば何かが起きる。各階の矢印を調べてみましょう。おそらくですけど、1階から順に押していくのだと思いまし。3階の矢印は左下でしね。そして2階が右下。1階は左上でし。1階から順番に、左上、右下、左下、右上だな。その順番で押してみよう。では押しまし。新アイテム来ました。ぼーっとプレイしてるとなかなか気づかない仕掛けだな、こや。手術用縫合キットとのこと。これがあればリーゼちゃんを切り刻んだ後に傷を縫うことができますね。腹切りした直後に縫合しても無意味じゃね。いやいや、さすがに先に爆弾を中から取り出すでしょう。結局それって素手で取り出すってこと
ことにならない。もうえげつないよ。痛そうだよ。あと少しで爆弾取り出してあげますからね。麻酔もなしにひどいもんだぜリグルは。麻酔ないんだからしょうがないじゃない。って爆弾らしきものは一切取り出さず縫合しちゃったよ。いいぜ、置いたがらせただけじゃんリグル。私的にエレベーターの箱の下の何かが気になるぜ。すげー痛い。救出時のセリフが変わりました。すげー痛いとかいうレベルじゃないでしょこれ。手術用縫合キットだけでは状況が変わらないので、直近のセーブデータをロードでし。エレベーターを3階に止めたまま2階に行く方法わかったかもぜ。え、マジですか。とりあえずリーゼはこのまま放置して、白い灯籠の設置とひび割れた花瓶の設置、青い灯籠の入手まで進めてくれ。はい、言われた通りここまで進めました。この状態から指示していくぜ。まずはリーゼを腹切りしてくれ。ちょ、先にリーゼ助けてからでもよくない？それだと花瓶持ってきた意味ないだろ。次はどうすれば？4階から回り込んで青い灯籠を設置してくれ。あ、一応朱色の鍵取っておきましゅ。そしたら青い灯籠を設置しまして。これで西棟のはしごが降りたな。そしたらエレベーターで3階に戻ってくれ。あ、そういうことですかマリサさん。お、理解してくれたか？西棟から下まで降りて玄関から回り込み、縄はしごで2階に上がるんでしゅね。その通りだぜ。問題はリーゼの命が尽きる前に戻ってこれるかどうか。よくこんな複雑な手順思いつくねえ。あたい頭がこんがらがっちゃって意味わかんない。ここで左に曲がり、縄はしごを登って、これで気になってたアイテムをゲットできまし。おお、やはり超重要アイテムだったぜ。解凝器、中心で切断された胸骨を左右に押し開き、内部へアクセスしやすくする器具。これがあれば間違いなく爆弾を取り出せる。縫合士の説明もまだ読んでなかったよな。縫合士、切開した皮膚を縫合するための細い糸。糸は数週間で溶けるため、抜歯は不要。勝手に溶けてなくなる糸なんてあるんだねー。この世界の技術はすごいでしゅねー。いや、現実にもそういう縫合士あるぜ。あ、そうなんだ。では、リーゼちゃん覚悟を決めてねー。うわうわなんか出てきた。ちょ、マジで爆弾入ってたんだね。こうなることは予想できてただろう。切るの？急いで縫合しましゅ。よし、間に合ったのであとは救出。すげーて。セリフは特に変わりませんでした。小型爆弾。小型で高性能なプラスチック爆弾。石壁などは簡単に吹き飛ばせる。少し生臭い。これは地下の左端の壁で使えそうね。リーゼの血を溜めた花瓶はどうするんだろうな。血なんて何に使うの？ヤバタニさんでは吾妻さんの血を謎の機械に吸わせた記憶がありましゅが、今作もそういった用途がどこかであるのでしょうか。壁吹き飛んだね。こんなところに転送装置をコントロールする機械が隠されてましたか。でも、どの組み合わせで転送すれば別の場所にアクセスできるのでしょう。なんでさっきのが転送装置のあれってわかるの？過去作にも同じものが出てきてるからなのぜ。左は3と0、右は4と3の組み合わせってことかな。早速試そうぜ。転送先をこのように設定しておきまし。残りできそうなことを一通りやった後に転送装置に乗ってみましゅね。あ、花瓶を元の位置に戻せました。そんなことして何になるの？はしごに血が垂れてるな。これだけですかね？血が垂れただけで何も起きないなら困るんですけど。これだけのために血を集めてきたとかわけわかんない。しかも一度元に戻すと二度と取れなくなりました。二度と取れないってことは、多分あれで正解なんだろう。血の入った花瓶にさらに何かを入れたりしないんでしょうか。さっぱり。加古さんと先生を助けに行くこともできましゅが、先に転送装置の件を調べておきましょう。左3、右0で転送してみるぜ。どこに繋がるのかな？あ、スタックロールでした。どこにも行けないじゃん。そのまま素直に入力するだけじゃダメなのかな？そしてリーゼちゃんが壁に埋まってました。次は左4、右3で行きましゅ。はいだねー。全然違うじゃん。一体どの組み合わせが正しいんだろうか。このままじゃわかんないのでそう当たりしましゅ。くそー、全然別の場所に飛ぶ気配がないよ。左2、右4になりましゅ。本当にあんなので別の場所行けたりすんの？左2、右4が正解なのか。一体なぜなんだ？答えが分かっても結局解明できなかったので、そう当たりして正解でしたよ。転送標識3を発見しました。これは先ほどの標識と組み合わせて使えそうだな。転送装置 G2。リチャードが開発した物質転送装置の改良型。専用のヘッドギアを装着することで意識の遅延が最小限に抑えられている。複数の個体を単一認識してしまうため、1名の転送が限度。こちらの転送装置は G2 回の前のバージョンなんでしゅね。転送標識。転送装置の宛先決定に使用する補助標識。固定のため変更はできない。おそらく補助標識を右側の標識と組み合わせれば、試案の図上にあったヒント通りの標識に合わせられるな。あ、ここって滅やバタニ園の舞台じゃないですか。まさかここに来て滅のマップを探索することになるとはな。過去作にこんな場所あったんだねー。この謎解きはおそらく滅の時と同じ感じでしょうか。時計の形と針の向きを見て合わせるやつだな。おえ？
時計動いてるから合わせにくいじゃんこれ。マジで？あ、ほんとだ。よくわかったなチルノ。ヒントの時計が動いてたとは。ステップを踏むとその分針が動いてるので、どれだけ動いたかを考慮しながら合わせる必要があると。2ステップで針が2メモリ動いてんな。でしたら、それを頭に入れながら。今は針が右下を向いてるので、2ステップ先は左下でしゅね。なのでここの時計は左下に設定しておきましょう。これはリグル引っかかってるな。時計の形の向きも考慮して合わせないといけないやつだろこれ。おっと、二つ目の縄橋を発見してしまいましたよ。これでジャック救出できるじゃない。時計の謎解きが終わったら戻って助けに行きましょう。あ、サラとリチャードの肖像が。リグルが言ってたリチャードって右の人？そうだよ。さて、時計の形は覚えました。ここからヒントまで何ステップか数えましゅ。1、2、3、4ステップでしゅね。つまり、現在左の時計が左下を向いてるので、ここから4ステップずらすと、右上になるはずでしゅ。ドツボにはまる未来が見えてしまったわ。しまった指滑っちゃった。ここはこれでいいはずでしゅ。あ、何か落ちてるよ。医療用のことやらを見つけました。サラとリチャードの情報も追加されてるな。後で読みましゅ。医療用の子、エソした人体を切断するための道具。エソって何？人体の細胞の一部が火傷や凍傷などで死んだ状態になることだぜ。リチャード・ブレア。ブレア家の長男。姉にサラ、妹にジャックがいる。想像において類まれな才覚を見せる。極度の人見知りであり、家族以外の人間がいると固まってしまう。極度の人見知りねー。うく主みたいでしゅ。やめてあげなさい。サラ・ブレア。ブレア家伝統主。家族への面倒見が良い責任感の強い女性であったが、母親からレイブを受け、性格が歪んでいった。ジャックを虐待してたサラも、母親から同じように散々な仕打ちを食らっていたようでしゅね。あ、こっちに三つ目の時計がありました。ここからだと四ステップのズレがありましゅね。右の時計の針は真上を向いてるので、四ステップ後は真下でしゅ。これで時計の仕掛けが解けるはずなので、ジップラインフックで脱出できる地点に登れると思いましゅ。え、脱出地点あるの？記憶が正しければね。どうして溶けてるんだよ。ちょ、マリサさんどうしたの？溶けてたんだからいいんじゃないの？グリーンだよね。そして私の予想通り、最終的にここから脱出するようでしゅ。時計の形の向きも考慮して針を合わせるんだと思ってたのに関係なかったのかよ。ああ、そういや形の向きまで考えてなかった。素直に解けばいいだけなんだよ。グリーンな解放だったよ。うるてぇ。ここはもともと橋があったはずだけど、途切れちゃってましゅね。多分ここの仕掛けは。なるほど、中のスイッチと連動してましゅね。おそらく決まったパターンの組み合わせで橋が開通すると予想。どこかにヒントでもないの？それがちょっとわかんないよねー。できればここは総当たりせず、自力でヒントらしきものを見つけたい。わかんないことは後回しにして、ジャックでも助けに行こう。知らない人の死体を医療用の子で切れないかなと思いましたが、どうも死体に使用するわけではなさそうでしゅ。では補助標識を設置してみましょう。あ、違う違う右でしゅね。左3、右7だと思うな。シアンちゃんの頭上の暗号通りならこれで合ってるはずだよね。これでまた別の場所にワープしちゃうの？多分そうだと思うよ。ヤバタニさんのマップにでも繋がってたりするのだろうか？ちょっと楽しみでしゅね。ではジャックさんを救いに行きましょう。お名もみ忘れてるぜ。そうでした。お名もみ取ってきたので助けてあげましゅよ。では下に降りて救助。マット敷き忘れてましたな。サイコリブルすぎでしょ。わざとじゃないんだって。完全にマット敷いたつもりだったんだって。ジャックさんの死体はこのような感じに。ぐっちゃぐちゃに潰れてるし、心臓まだ動いてるし。おえ？チルノにはちと厳しかったか。とりあえずやり直しましゅ。よし、これで現時点で助けられる人物はすべて助けました。あとはシアンとオミオだけか。転送装置の標識はすでに合わせてあるので、このまま新エリアに飛んじゃいましょう。オミオとかいう人はその先にいるのかな？今まで一度も見かけたことないからいるかもね。なんだここは？よくわからない場所に来ましたけど。上に進めるらしいよ。なかなか配線だらけのマップでしゅね。おや？ここはどういう場所ですかね？窓が2つある？とりあえず調べてみりゃいいんじゃないか？あや？ステップ数が進んだだけ？2つの窓を調べられる以外何もないみたいだけど。一体何なんだろうなここ。適当にやってても進めそうにないよねこれ。うへぇ、この謎解きは意味不明すぎる。一旦戻ってヒントでも探しに回るか？そうした方がいいかもでしゅね。二つ目の縄橋後のあった場所に重要なヒントが。これって上の階の組み合わせのヒントだよね。こんなところに答えがあったのか。思わぬところにいろいろ見落としがあるもんだな。並びを覚えたので、この通りにスイッチを組み合わせてみましょう。その前にジップラインフックを取得して説明を読んでみましゅ。ジップラインフック。緊急避難時に屋上から滑り降りるために使用するフック。多分これでいいはず。うまくいきました。これで橋ができたの？
この先のマップはどんな感じだっただろうか。あ、リチャードの慣れの果て。これが獣のような姿にされたって人？ジャックのお兄さんなんだよ。これ以上奥は塞がれて進めなくなってるな。ドレスを見つめて何してるんだろう。手持ちのアイテムは特に使えないでしゅね。寂しいんです。あ、喋った。寂しいらしいね。今回は喋ったーって叫ばないのか？元人間なんだったら喋ってもおかしくないかなって。キルノも結構耐性ついたの？そりゃあもちろん。その言い方だとリグルは耐性があるってことになるぜ。いやいや私の耐性は大したことないでしゅ。あ、もう脱出しちゃうの？現時点ではこれ以上わかんないので、一旦クリアしてみましゅ。どんなエンドにたどり着くかな？え？何？過去の様子がおかしいな。箱の中からオリオが出てきただと。ちょマジでこれは一体どういうことなんですかね。オリオって過去のお腹の中にずっといたってこと？この展開はまさか。上からガトリングガン降ってきたよ。あ、全員撃たれてるんだけど。オリオ以外全滅エンドで草。せっかく頑張って助けてきたのに何これ。初代アバタニエンも、オリオちゃんがガトリングで全滅させるエンドあるんだよね。へえ、そうなんだ。これってゲームオーバーエンドなんでしょうか？それとも一つ目のエンディング到達なんでしょうか？多分これが一つ目なんじゃね。残り三つ、頑張って探そうぜ。多分これ、過去さんを助けた状態でクリアすると、絶対オミオちゃんの相手出てくるってことでしゅよね。つまり残り3つのエンドは過去を助けないまま脱出。いや、全員助けた場合はどうなるだろうか。あ、ゲームオーバーではなかったので1つ目のエンドでした。花瓶の血の謎、わかったかもぜ。マジですか。教えて教えて。このはしごの血の垂れ方、よく見たら不規則だよな。言われてみれば血が左右に偏ってましゅね。あ、もしかして。これって転送装置で移動できる謎空間の進み方だったり。え？どういうことどういうこと？左、右、上の階から見ると右に垂れてるから、左、右、もしくは左、右、かもな。左右に偏った血が順番を示してるなんて発想無理でしょう。とりあえずあの順番で試してみましょうか。では進んでいきましゅ。左、右、いけた。やはり血の垂れ方がヒントだったな。よく血をはしごに垂らしただけで答えの順になったよね。リーゼちゃんの血の導きによるものなんでしょう。さて、この先に誰かいるのかな？ちょ、暗い。なんか変なのがたくさんいるんだけど、首が長いやつとか、顔が変なやつとか。何それ？こいつらは一体？蛇みたいなやつもいるし、顔だけ狐のようなやつもいまっしゅ。そして奥の真ん中にいる子はヤバタミさんで見かけたことありましゅよ。確か金森って子だったな。え、金森ちゃんが持ってるのがシアンちゃんだって？ちょっと待って。シアンって館の3階にいたあの子なんじゃないの？どういうことなのか頭が追いつかないぜ。急に全員動きを止めてこっちみんな。お友達が連れ去られていくのが悲しいのかもな。でも救出対象だからね。お願いだから追いかけてこないでよ。君が悪いからさっさと出よう。ここで相手もう一度入ると？あや？誰もいなくなったな。あの子たちは一体何だったの？なんだか恐ろしいものを見せられた気がしましゅが、ここにいても仕方ないので戻りましょう。いろいろ情報が追加されてましたね。はい、アガツマノリコのあまたの成果の一つ。俯瞰全体を除くと、K16、孫姉妹に続く4体目。アガツマさんの実験体ってこと？ K16 は金森のことだな。つまり金森ちゃん、リーゼちゃん、シアンちゃんの3人は全員。アガツマによって生み出された人間なのかもぜ。全然話についていけないよ。おみゆ。館の主、ブレイスの強いミレンザより城に宿ることで誕生した娘。エリンによると、帽子なしでのより城の実体化はありえないという。帽子って何？瞳という意味らしいな。おみよちゃんってブレイスの娘さんなのかと思ってたけど、実はブレイスの生まれ変わりだったなんて。ブレイスモンゴメリーとおみよは同一の魂ってことだよな。もう何が何だかわかんない。謎の生命体、獣。ブレア家に出現した分類不明の獣。この生物が目撃された頃に家人が姿を消している。強制種に認定され、排除の準備が進められている。家人というのはリチャードのことでしゅよ。一応人を襲って食うほどの凶暴性はあるしな。排除されてもおかしくはないか。ウェディングドレス。ブレア家に代々受け継がれてきたドレス。サラが着ることになっていた。では、そろそろ元の場所に戻りましょう。にゃにゃーん。さっきまで灰の状態だったのになぜ。成長するの超早いねー。一体どういうことなんだこれは。シアンソン。突然アガツマファーマに湧いたリーゼの妹。姉と同じく羊は不明。情緒が不安定で、アガツマも手を焼いている。リーゼちゃんもシアンちゃんも、突然アガツマファーマに湧いた。つまり先ほどのように灰から一気に成長したと？館の3階にいたシアンはどうなってるの？そうそうそれだよ。もしかしていなくなってたりするんでしょうか？あ、いた。ジバ、もう動いていない。動いていないでしゅって？さっきページ更新されてたよ。フヒフヒ言ってたシアンちゃんが追加されてるね。喪失体、
自我が離脱してしまった個体。アガツマをもってして、精神を定着させる要素のほとんどは、運に頼らざるを得なかった。このシアンちゃんは失敗作だったってこと？意識を回復させて救出するかと思いきや、まさかの新たな肺からシアンを生み出すことになるとは。リグルソンってこういう風に生まれてきたんだね。誰がリグルソンやねん。はい、結局オミオちゃんだけ個別に救えないまま終わりました。これこそ真のオミオ以外全滅エンドだな。あんなに苦労して助けたのに台無し。なんとか別エンドの手がかりをつかみたいでしゅねー。しばらく館をさまよっておりましたが、浴槽の蓋をインチで引きっぱなしにする方法がやっとわかりました。まずおもしを発電機に置いたら、2階のインチの部屋まで最短で向かうのぜ。そしてインチを起動したら最短で屋上まで戻る。屋上に戻ったらおもしを外して発電機を回復させ、またすぐにおもしを乗せましゅ。その状態で1階の浴槽まで行くと間に合いましゅ。どうよ、天才的な方法だと思わない？キルノが考えたんじゃないでしょ。そして浴槽内には無限虫が大量に湧いてたのぜ。中に死体があるから、それに群がってたみたいね。この虫たち、邪魔でしゅねー。先生を救助してない状態であれば中身を調べられそうだが。それだと先生が死んじゃうんだよね。先生を死なさずに虫をどける方法、ないかしら。結局わかんなかったので、先生を生贄に浴槽内を調べてみることにしました。あ、この人って。グレイスの死体がこんなところにあったんだな。か、髪の毛入手できるみたいね。夫人の毛髪、館の主の毛髪の束、だいぶ傷んでいる。毛髪を手に入れたところで何に使えると？医療用のこの使い道もわかんないよね。そうだったね。ちょっと思いついたんですけど、医療用の子で先生の死体を切れたりしないかしら。あ、腕切れるんだな。まさかこれ、救出前に切ってしまえば。え、そんなことしちゃうの？それしか思いつかないよ。先生を生かしたまま夫人の毛髪を取る方法。やはりリグルは最高。最高ではないと何度言ったらわかるのよ。あ、なんと獣にグレイスの毛髪を使用できちゃいました。口からなんか出してきたよ。盗撮フィルムでしゅって？盗撮フィルム。リチャードがグレイスの寝室に仕掛けたカメラにより撮影された映像。リチャードさん、グレイスさんを盗撮してたんだ。そういやリチャードはグレイスに恋してたって設定やったな。ああ、そうでしたっけ。正直すっかり忘れてました。映写機が館にあったよね。そこで映像見れるかも。これで何かエンド分岐でもするでしょうかね。ではフィルムを映写機に取り付けまして、ポチッとな。グレイスさんが歌いながら編み物をしている様子でしゅね。この歌にヒントでもあるのかな？ゆっくり聞いてみる？そうしましょうかね。なぜ聞くときに顎上がってるんだ？多分癖でしゅ。顎が上がるような綺麗な歌声だね。フィルム見た後にクリアしても全滅エンドでした。はい、次の作戦行こう。次次。では、先生を救出する前に左腕を切り落としておきましょう。うわ、先生全く叫んだりしないんだけど。ロープを切って救出と。余計なことは。救出時のセリフ変わらないんだな。間違いなく痛いはずだが、どうしてなんだろうか。この先生ちょっとおかしいよね。はい、浴槽の蓋を開けるとこの通り。腕に群がってるから、これで問題ないな。あとは同じ手順でおみよちゃん以外救出し、盗撮フィルムも見てからクリアしてみまっしゅ。残念ながら何も変わらなかったな。何度やっても全滅じゃん。やはり過去は助けてはいけないと。おみよと過去以外救出した状態でクリアしてみようぜ。また最初から頑張ってやり直しでしゅね。やっとここまで来たよ。盗撮フィルムは取らずにそのままクリアしてみまっしゅ。今回は過去がいないから全滅しないはずだよね。あ、右のキャラクターの立ち絵がどんどん消えてるな。あら？先生？先生だけ残っちゃったね。一人で行動できるようでしゅ。もしかして誰かを待ってる？待ってるとしたら過去かな？あ、いたね。あんた何もしなくても勝手に抜け出せるんかい？いただきマンモスー。ゲソ？いただきマンモスー。ちょっとやめて。いただきマンモスー。頼むは覚えたいから。この程度のダジャレで笑うなって。人の死体ぶっといてダジャレって。正直笑えない。とりあえずこれで二つ目のエンドに到達できそうでしゅね。てか転送装置壊れちゃった。さて、これでどうだ？あ、やっぱり中からおみよ出てくる感じ？やはり過去を助けると必ずこうなると。多分この場合ガサガサリングはなしだよね。あらあら、ゲームオーバー。エンディングじゃないんだね。もしかして過去が知らない人を食うのがいけないんじゃ？玄関のシャッターを閉めた状態でクリアしたらどうなるぜ？なるほど、それなら食べたくても食べられないかもね。では、この状態でシャッターを閉めてクリアすれば。これでそう簡単には食べられないよね。
これで分岐しなければ完全にお手上げだぜ。はい、先生以外を脱出させました。では館の玄関に戻ってみましょう。誰かを待っているようだ。やはりシャッターに阻まれて食べることができないでいるな。これ、シャッター開けたら即食われますかね。念のためにセーブしとこ。さあどうなる？お腹、すいたな。死体を食べる前に救出すれば良さそうね。過去が死体を食べることで腹の中でお見よが生まれるのであれば、こうやって死体食いを回避することで分岐するはずだな。いよいよ二つ目のエンディング発見かな。さあ頼んましよ。お、さっきと全然違うな。獣みたいな動きしてるんだけど、食べ物を求めて暴走しちゃってる感じでしね。やはり知らない人が鍵だったか。知らない人を食べると腹の中でお見よが湧いて出てくる。一体どういうことなんでしょうか。玄関で倒れていたあの人がブレイスのよりしろ。ほんと意味がわかんないよね。お見よがどこにいるのかと思ったら、あの知らない人の死体だったかもしれないなんて。ヤバタニエンの世界にはよりしろと呼ばれる人形に魂を宿らせて、生前の姿に復活させる技術みたいなのがあるんだとさ。過去や田中も実は遠の昔に亡くなっていて、本編ではよりしろに魂を宿し、生前の姿で行動しているらしい。しかし、過去が死体を食うとお見よが復活するのは正直わけわからんな。なんか先生がいろんな料理用意してるね。あ、過去さんが来ました。今からたらふく食いまくるんでしょうか。なかなか席に座らないね。やけにキョロキョロしてるのはどうしたのかしら、あれ？急に食欲が失せたかのような感じだな。さっきまでお腹空いてひたすら食べたそうにしてたのになぜ？一瞬後ろ振り返ったけど、やっぱ食べようとしないね。あれほど見境なく人を襲ったり死体に食らいついたりしてたのにな。あ、これで終わりのようでしゅ。え？か、体ボロボロになってるけど。一体これはどういうことなんだ？ただただ謎でしゅねー。とりあえず二つ目のエンド見つけたし、残り二つも探しに行こう。残り二つの条件がわからなかったから攻略情報見ちゃったぜ。まさか知らない人の使い道が他にもあったとは。全然思いつかなかったねー。過去暴走エンド直前の状況から再開でしゅ。シャッターに阻まれてる過去さんを助け、ついでに知らない人も一緒に回収しましゅ。その後、転送装置まで戻らずに映写機のあった部屋まで移動し、知らない人を椅子に座らせた上でフィルムを流すのぜ。ここに死体を座らせるとか普通思わないって。今思えば最初のチュートリアルの椅子がヒントだったのかもな。この状態でフィルムを流すと、知らない人から謎のオーラみたいなのが放出されまし。まさかこれがおみよの魂だったりするの？あ、おみよちゃん。ありがとう。ありがとうって言ったね。今回のおみよは助けると実体化するんじゃなくて成仏するってことか？おみよちゃん出現してからグレイスさんは動かなくなりましたね。生まれ変わったのか成仏したのかよくわからんが。とりあえず全員救出に成功したようだし、このままクリアしてみようか。ちょ、田中さんいまし。なんかこの人見たことあるよ。知るのはヤバタニさんの追加シナリオ実況にいたからな。ああ、あの時の。正確にはあの時の田中さんは今いた田中さんの兄ですけどね。ほとんど見た目同じだからどっちでもいいんだよ。グリーンだよ。おみよ、成仏したんじゃなくて実体化してるな。あ、なんか急に先生と戦い始めましたけど。どうして？おみよは先生と仲悪いの？おみよの中に入ってるのはグレイスの魂のはずだから、グレイスと先生の間には何かしら確執でもあるんじゃないかな？一体どういう経緯でこんなことしてるのか気になりましゅが、次回作で徐々に明かされていくのか、それともオーラ設定でちょくちょく公開されていくのか。二人とも全然聞かないねー。お互いかなりの実力者だな。グレイスさんは新しい体で戦っているせいか、かなり汗をかいちゃってる様子でしゅね。いくら生まれ変わる前の技術やスキルを引き継いでるとはいえ、子供の体格で大人と勝負するのはかなりハンデがあるぜ。先生の方、全然疲れてなさそうだよねー。このままだと勝負の行方は。おみよが勝つには何かしら楽天しないとな。あ、ここは過去がボロボロになって倒れた場所。おっと、過去さんがここで田中さんと合流しました。もしかして過去暴走エンドで食事せずに周りをキョロキョロしてたのって、田中を探してたからなんだろうか？田中さんと一緒じゃないと飯食っても楽しくないってことでしょうかね。そして勝負の軍配は先生に上がりました。おみよ死んだの？右側のキャラクター欄を見る限りではおみよに罰印がついてないから、おそらく殺されてはいないんじゃないかな。なぜおみよちゃんと先生が戦ってたのか謎でしゅが、とりあえず最後のエンディング回収に移りましょう。いや、その前に情報ページ開いてくれ。田中の情報が追加されてるかもぜ。あ、ほんとでしゅね。田中いるな。田中財閥最後の令嬢。生誕時から数えると年齢は優200を超えるが、その魂は今もなお輝きを放っている。100歳超えてたんだ。どう見ても100歳に見えないんだけど。今はよりしろに魂を宿して生きていると説明しただろ。難しいことわかんない。今度こそ最後の4つ目のエンド回収しに行きましゅね。4つ目のエンディング条件は、ジャックの身を救出し、獣化したリチャードに合わせるだけとのこと。
じゃあジャック以外は助けなくてもいいんだね。グリーンだよ。気をつけることはリーゼちゃんから必ず爆弾を抜き取らないといけない点ですね。イグル容赦なさすぎ。躊躇なくアガ妻を犠牲にするサイコリグル。サイコリグルじゃないって。ようやくジャックをリチャードのところへ連れて行く準備ができました。容赦なくエレベーターで4階に上がってヤガミを押しつぶすリグル。リーゼから爆弾抜き取った後そのまま放置するリグル。なるべく早くエンド回収を終わらせたいから仕方ないでしょ。さて、あとはリチャードをクリックすると。ジャックが歩み寄ってきたね。食べられたりはしないのかな？兄弟だから獣とかしてもしっかり覚えてるのかもしれないな。あ、雪が降ってるね。あたいの大好きな季節。獣リチャードの体、ボロボロでしねー。無事二人で生還できるんでしょうか？くしゃみ出ちゃってるね。さすがに雪の中ゆっくり移動してたら風邪ひいちゃいましゅ。あらま。獣リチャードが抱えて温めてあげてるな。獣になっても兄弟の絆は失われてなかったんでしねー。よく見たらジャックが撃とうとしてる？さすがに疲れてるんでしょうねー。ずっと起きないよう必死にぶら下がってたし、兄と再会した後もしばらく寒い中歩いてきたんでしょう。しばらくはゆっくりここで兄貴と休憩だね。とても気持ちよさそうに撃とうとしてまっしゅ。リグル、ちょっといいか？どうしました？全エンド回収できたし、これで終わろうと思ってたんだが、実はまだ見逃してる隠し要素があったぜ。え？これで全部じゃなかったの？まだ何かあるの？館の1階に血が漏れてる冷蔵庫あっただろ？あの冷蔵庫を開ける方法が他の実況者によって解明されてたぜ。確かにあの冷蔵庫、妙に怪しいとは思ってました。あの冷蔵庫の鍵、どこにもなかったよね？一体どうやって開けるっていうの？それについてはこのエンディングを最後まで見てから教えるぜ。いや、やっぱ隠し要素は私が回収してやるぜ。ここまで長時間リグル頑張ってるからな。ちょうど疲れてたところなので非常に助かりましゅ。あ、この人は、メツヤバタニエンで登場した三島だよな。確か三島さんの頭頂部をノコギリで切断して、大脳修復キットを使って脳みそを修復しましたよね。なんか宇宙に浮かんでる機械から赤いビームが。確かメツヤバタニエンに、人工衛星にビーム発射されて館が破壊されるエンドありましたよね。人工衛星を操作していたのは脳みそを修復された三島だったってことかな？メツヤバタニエンの人工衛星ビーム発射エンドでは、三島に大脳修復キットを使用せず、普通に助けてクリアしてるんだよな。あらら、ならば一体誰が？意味がわかんないよ。三島って誰なの？メツヤバタニエンの実況を見るように。ここからは隠し要素の解説に移るぜ。あの冷蔵庫の開け方なんだが、全員救出エンドにて、オミオと先生が戦うシーンがあるよな。そこでオミオを勝たせると特殊演出により冷蔵庫の中が解禁されるとのことだぜ。あ、オミオちゃんを勝たせることができるでしゅって？操作できるってことなの？オミオと先生がお互い攻撃を仕掛けるたびに、オミオの汗、というかオーラ、それが徐々に強まっていくのぜ。このオーラが最大まで溜まった直後あたりで、オミオが一瞬武器の構えを変える瞬間があるだろ？この瞬間にオミオにカーソルを合わせてクリックすることで、先生に一撃を食らわせることができるのぜ。あ、クリックするタイミングをミスると、せっかく溜めたオーラが汗となって飛び散ってしまうぜ。そんな戦闘システムあったんでしねー。そろそろだぜ、そうい。おーすげー。これで先生に勝てるの？実は一回当てただけじゃ倒せないんだよな。あらら、それじゃあこれは。残念だが、これは失敗だな。やり方調べてわかってるなら一発で決めろよ。オミオが構えを変える瞬間って結構短いから難しいんだよ。少々練習しないといけないみたいね。というわけで5度目の正直。先生になかなか勝てなくて苦戦してまっしゅ。構え変えた瞬間にオミオをクリックするだけなんでしょう？簡単に言うな。地味に難しいんだよこれ。マリサさんファイトでしゅ。そろそろ来るぜ、今だぜ。最初の出だしはいい感じね。お互いが5回攻撃を仕掛けた直後くらいに構えが変わりましゅね。そろそろ2度目の攻撃チャンス来るぜ。ここだぜ、よし決まった。2回攻撃だけだとまだ勝てないでしゅよマリサさん。まだ3回目当てたことないよね。何回当てたら勝てるのかわからんが、3度目の攻撃当てたいぜ。ちょタイミングミスった。せっかくのオーラが全部汗で飛び散っちゃったじゃん。次に吸ったら3回目の攻撃チャンスなくなるよ。そろそろ、これでも食らえ。よしよし3回目成功だぜ。ノーミスなら4回攻撃チャンスありましゅね。3回当てたら隠し要素出てきてくれるのが楽だよね。頼む、全部当てないと勝てないとかは許してくれ。さあ、オミオちゃんは先生に勝てるんでしょうか。オミオ頑張れー。マリサさんそろそろ動き抑えないとマジで危険でしゅよ。決まった。達成感ありすぎてつい。これでやっと冷蔵庫の中身が見れるね。あとはどのデータから始めても冷蔵庫を開けられるとのこと。ではいよいよ開けますぜ。あ、指が滑って2連続クリックしちゃったぜ。冷蔵庫の中に入れちゃったの？なんなのこの部屋。冷蔵庫を開けた直後はこんな感じ。異空間へのワープホールがあるんでしゅね。おまけ資料室。この資料室の本棚にある本を入手すると、このゲームにまつわる様々な追加情報が読めるとのこと。知識を得られるんでしゅね。
こんな大量の本読んだって覚えらんないよ。覚えなくても勝手に記録されるからいいんだよ。グリーンだよ。かなりの量の情報が追加されたんじゃない？では見てみようか。ちょ、これは結構な量の読み物ですね。一つ一つ読んでみるぜ。ロードエリン。400年以上前、枯れた大地を治めていた辺境博。未曾有の飢饉から民衆を救ったことで多大な名声を得る。辺境博って何？ググってみると、ヨーロッパにおける貴族の称号の一種、中央から離れて大きな権限を認められた地方長官。という風に出るな。飢饉から民衆を救ったなんてすごいことを成し遂げた人なんですね。では次行くぜ。フィブリル・ブレア。精密細工の腕を買われ、ブレア家を名家と言われるまでに押し上げた男。自身の快楽のために繊細なオートマタを作成するほどの技能を持つ。フィブリル・ブレア。この人は滅夜バタニエンで見かけたブレアの家系図にいなかったですよね。快楽のためのオートマタってどんなの？知るのは知らなくても結構だぜ。次行きましょう次。ヨドミア姉。エリンの治める地に住んでいた貧しき姉妹の姉。たった一人の家族である妹のことをとても大切に思っている。ヨドミ？初めて聞くなですね。ヨドミ姉妹というのが400年前にいたそうだな。この姉妹がヤバタニエンのストーリーとどう関わっているんでしょうか？読み進めていけば何かわかるかもな。ヨドミア姉2。あるがまま生きようとしていたヨドミは、配給された生成水を廃棄していた。そのことがエリンに伝わったことで激しい怒りを買う。生成水？それを廃棄するだけでどうしてエリンが怒るの？ただの水。だよな。あるがままに生きるために水を捨てる。一体どういうことだろうか？水は飲まなかったら死んじゃうよね。ヨドミ妹。ヨドミ姉妹の妹。貧しき中にあっても笑顔が絶えない天真爛漫な少女。なんか過去さんに似てません？ほんとだね。もしかしてご先祖さん？ヨドミ妹が過去だとしたら、今の性格とはかけ離れてるな。どういうこっちゃ全くわかんないよ。ロードエリン2。上による混乱を危惧し、民の食欲を消すことを考えた。溢れ出る祭地が、その薬液を完成させるのに多くの時間を要さなかった。飢饉による民の反乱を抑えるために食欲をなくす薬を開発したの？食欲なくなったら美味しいもの食べられなくなるじゃん。何も食べなくなったら結局は死ぬよな。エリンさん、結構恐ろしいこと考えてたのね。民から食欲を奪って反乱する気をなくし、あとはゆっくり死んでもらうってことかしら。ロードエリン3。功績を称えられたエリンは存在さを増し、未来永劫この機能でいられるよう、肉体が滅んだ後の自我を継承する手段を模索し始めた。まさか最初により城の技術を考えたのもエリン。なんか立ち絵が捕まってた時の先生と似てない？あ、確かにこの顔つきは。先生の正体はエリン説？400年前からずっとより城に魂を宿して生き続けてるってことですよね。功績を認められたことで存在さを増し、とあったが、先生の説明にも尊大な物言いがたまに傷と書かれてたな。おみよちゃんが先生と戦ってたのは、昔から生き続けてるエリンの野望を阻止するためだったのでしょうか。リチャード2。外出が許された日、家族以外で初めて出会った異性、グレイスに一目惚れをする。ずっとブレア家は謹慎を繰り返してきた家系だけど、リチャードがグレイスに恋したせいでいろいろ問題が。家の伝統が破られることをサラが恐れ、リチャードを監禁してたらしいぜ。そこでリチャードは持ち前の知識と技術で転送装置を開発し、サラの監禁から逃れようとしたらしいのだが、そこでサラの妨害にあったのか手違いがあったのか、転送装置の誤作動がきっかけで飼い猫と合体してしまい、あの獣リチャードが生まれたということらしいな。普通の恋をしただけなのにかわいそうだねなんか。ヨドミアネ3。エリンのより城に強制することで無限の復讐を誓う。妹が満たされさえすればいい。未来永劫にわたって。エリンが開発したより城に強制？復讐というのは誰に対して？配給された生成水を廃棄してたのがバレて、エリンが激怒したことに関連してるのかな？情報がちぐはぐで頭追いつかない。エリンの生成水。エリンが生成した空腹感を忘れさせることのできる不思議な水。民には無償で配給された。食欲をなくす薬って生成水のことだったのね。ヨドミ姉はあるがままに行きたくて生成水を捨てていた。つまり食欲を失いたくなかったんだろう。そりゃ美味しいもの食べたいよね。エリンの生成水2。民は畏敬の念を払いながら生成水を飲み続けた。そして痩せ衰えゆく肉体を顧みず、日々労働に励み、静かに死んでいった。うわぁ、やっぱ食欲なくすだけで意味ないじゃんこの薬。これ飲んだら後は働き続けて死ぬだけなのかよ。ブラックってレベルじゃねえなおい。エリンの生成水3。民の間で眼球外用に膨れ上がる病が流行し始めた。発症した多くは、若者や労働者だった。どうして眼球が大きくなるの？生成水の副作用みたいだな。こんなヤバいもの飲みたくないよ。膨張した眼球。正しく解消されなかった本能的欲求が、帽子に蓄積されることで腫れ上がった瞳。食欲を無理やり抑えてる分、それが目玉に溜まっちゃったってこと？痩せていくし目玉大きくなるし、何もいいことないじゃん。糖化体。エリンの格策により、大量の帽子を摂取させられたことで、糖化の獣となってしまった若い女性。糖化体の立ち絵が暴走時の過去さんにそっくりですが。大量の帽子というのは生成水で巨大化した目玉のことだろうか。そう考えると、多くの民の食欲が詰まった目玉を食べさせられたってことだから。
同化体の女の人は食欲が暴走する？じゃあ、過去って同化体なの？400年前の同化体の魂がより城を通じて生き続けてるのかもな。未然の肌着、真空袋に保管された女性ものの肌着、リチャードが使用していた。多分グレイスさんの下着だよね。盗撮するほどだからきっとそうだな。何に使ってたっていうの？おそらく何に。どう次言ってください、マリサさん。より城案、かつて弔いの場で使用された人型を模した副葬品。死者が新しい肉体に生まれ変われるよう、願いを込めて捧げられた。この副葬品に魂を宿す技術を、エリンが開発したってことですかね。よりしろ2。よりしろは、その造形が本人に近いほど効能があると信じられていた。ブレア家の作成したよりしろは、内容物さえも模造された究極の一品であった。よりしろに魂を宿す技術はエリンが開発し、一方で肝心のよりしろはブレア家に委託して作らせていたんだろうな。よりしろ3。よりしろに自我を転送させる前段階として、より水となる純度の高い感情が必要となる。より水としての純度の高い感情。一体それはどうやって取り出すんでしょうか。なんかいろいろ難しいことやってるね。あ、次は三島さんの。サラの脳細胞。サラの執念は細胞に再深く刻み込まれている。目的が果たされない限り、たとえ一かけらであっても、他を侵食し続けるだろう。大脳修復キットに入っていたのはサラの脳細胞でしたか。滅やバタミエンの三島以外全滅エンドから察するに、サラは家族の一員であるジャックも含めて、周りの人間を皆殺しにしたいほどの恨みに駆られていたらしい。知らない一つ。鮮度の高い遺体を屋敷内に配置するという目的で、先生に殺害された不幸な旅人。実際は館の玄関シャッターに挟まれて死んでましたけど、後で屋敷内のどこかに配置する予定だったみたいね。映写機の近くの椅子に置けたが、そこに配置する予定だったのかな？結局どうして知らない人がお見よなの？そのあたりは全然わかんないでしゅね。あ、これで読み物は全部でしゅ。以上でヤバタニの裏面実況を終わろうかと思ったが、他に何か見逃してる要素ないか探してみるわ。そういや汎用エンド的なものがないか調べてなかったな。過去、おみよ、先生をスルーした状態でクリアしてみるぜ。そのままスタックロールが流れて終わりそうね。あ、適当に転送装置で飛んだ時と同じ曲だ。さて、最後は何と表記されるかな？あ、ゲームオーバー扱いなんだな。汎用エンドは全てがメオベラみたいだし。全員救出後の小ネタがまだあったぜ。田中が出現した直後、ここから右に行くと。いつの間にかタンスが開いてましゅね。田中はこの中にずっといたってこと？みんなが出ていくまでずっと隠れてたってことかもな。いきなり颯爽と現れたかのように思ってましたが、最初からいたんでしゅねー。いろいろ探索してたら電話に関するネタ見つけたぜ。転送装置の標識を左に、右4に設定した状態で電話をかけると。早く会いに来て。だ、誰か電話に出るんだね。電話の相手は田中か、もしくは獣リチャードだろうか。田中さんは加古さんと会いたがってるんだろうし。獣リチャードだってジャックと会いたがってるよね多分。声が似てるからどっちとも取れるよな。そして標識を左3、右7にすると。最初少しだけ声が聞こえてすぐ切れるね。シアン救出後は電話をかけても繋がらなくなるぜ。なので先ほどの声は多分。シアンちゃんなんでしょうかね。他にも見逃した要素あるかもだが、だいぶ長時間プレイし続けているので、ヤバタニの裏面実況はここまでにしときますぜ。そんじゃファンアート紹介に移ろう。緑茶師匠様、もうあごきしたくないリグルありがとうございました。すぐりりゅう様、ボコボコにされたリグルありがとうございました。パセリの羽様、ホラゲーに誘われるリグルありがとうございました。カルーラ様、同族が凍らされて言葉も出ないリグルありがとうございました。ゴキブリは同族と認め。薄力コネオ様、収容されたリグルとゴキ猫リグルありがとうございました。ゴキブリキン。おおおいお茶様、ハラキリーゼソンのファンアートありがとうございました。モチグレ様、私たちのファンアートありがとうございました。原始様、寝言でホラゲをやりたいと発言するリブルありがとうございました。ヌーン様、血まみれサイコリブルありがとうございました。ガスヤバ様、アスドフ学習長ありがとうございました。チミちゃんガ様、ヌコに捕まるゴキブリブルありがとうございました。私をゴキブリやつ。アイピ様、リタ様、12万人記念アートありがとうございました。ヨイズキベニ様、12万人記念アートありがとうございました。花巻様、アゴキムシありがとうございました。なんかめっちゃ怖そう。すべての人類にゴミホカオ様、本当のリブルはどっち？ありがとうございました。両方そうじゃない。ミオリンゴダー様、ダムダムスペットアップに合わせて過去のヤバタニエン実況アゴキまとめありがとうございました。過去作もめっちゃヤバいやん。薄力コネオ様、リブルでリブルを作ってみたありがとうございました。こっちみんな。ここはどこですか？可愛い女の子？誰この人たち？リグルちゃんに、ドキドキ文芸部やってもらいたいなぁ。ドキドキ文芸部、DDLC リクエストでしゅ。
カーシー好きのサモナー様、ドキドキ文芸部リクエストありがとうございました。最後のドアップちょっとビビった。ねえチルノ、今日面白いゲーム持ってきたんだけどやる？え、やりたいやりたい。どんなゲーム持ってきたの？これなんだけどさ、バルディーズベーシック？何このゲーム？これはあたいにやってほしいだって？やけに画面の調子悪いみたいだな。ねえリブル、パソコンの調子悪くない？そうですか？何もないでしゅが。でもさ、あ、用事を思い出したでしゅ。チルノはそれで遊んどいて。ええ、どこ行くの？行っちゃった。このゲームなんか怪しいけど、まあやってみるか。一体何企んでるのリブル？え、何？うわぁ。チルノが吸い込まれてましゅ。バルディの世界に行ってしまったか。リブルはめたなこの野郎。愚かな妖精だ。自称マスターシルバ様、バルディの世界にチルノを閉じ込めるリブルありがとうございました。水木様、12万人記念アボキまとめありがとうございました。リブルの顔がジョローグもより怖いんだけど、チルノの顔も全然負けてないと思うんだけど。平安大音量はネタ多めだったけどアボキ要素たくさんありましたな。あたいこんなに顔伸びてた？今まで何回アボ壊したかも覚えてないでしゅねー。ロネ様、12万人記念にお気に入り動画のサムネをドット絵にしてみた。ありがとうございました。結構昔の実況動画のサムネがちらほら。フナックはアリスがヤバかったねー。会員症候群、3つの禁書、ダークディセプション。霊夢出てたんだね。ああ、このホラゲは心臓に悪かった。ヨハンのおっさん意味不明だったねー。あ、この人はヤソノ。ハンディ笑顔懐かしいでしゅ。あ、これも心臓潰れるかと思ったね。アリスに似てるヤンデレに追いかけられるやつ。あ、おえ？カニバリ系ホラゲはすぐトラウマ思い出しちゃうね。チルノ振動の歌、ヤバタニエン、ポケオニ、いろんなホラゲやってきましたな。赤の世界、独特な世界観でした。顔面ぐるりぐるり。つぼうじ、頭が。この時は散々でしたね。マリサさん、マッチョ仙人落とすのも結構しんどかったぜ。マリサさん、そういう作業好きでしょ。ただ抑揚やらされて好きになるわけないだろ。あ、時間的に殺天のサムネが最後だね。どうもありがとねー。ダチャ様、12万人記念レッツゴーありがとうございました。アボキリブルがなんかしてる。急にぬべったりしてどうしたの？なぜにブル赤？アボキリブルとヌベスコが楽しそうにはしゃいでるだけだろうか。アイガ様、ポケモンダーレがネタ第3弾ありがとうございました。アボキしてるリブルというのはわかるけど、これは所長リブル。しかも BGM が X ファイルて。勝手に私を所長にして遊ばないでくださいな。もちろん最後は爆発だよね。やっぱり。以上で12万人記念動画は終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。めっちゃ長くなったけどありがとねー。どんどん最長時間更新していこう。これ以上はもうさすがにきついぜ。